パルマリア島は、リグーリア海岸に位置するイタリアの島。行政上は、リグリア州ラスペツィアポルトベーネレに属する。ポルトベーネレ市街の対岸に位置し、軍港ラスペツィアに関連した、軍事遺跡や考古学的な発見をもたらした洞窟などを有する。この島は、近隣の島や沿岸集落とともに、リグーリア海岸の優れた文化的景観を形成している。ユネスコの世界遺産。 ポルトベーネレ、チンクエテッテと、小島群を構成する物件の一つである。パルマリア島は、ポルトベーネレの南方、ラスペツヤ湾の湾口生誕に連なる、スペッツィーノ諸島の島の一つ。面積は1.89平方キロメートルで、同諸島最大の島、ラスペツヤ湾最大の島である。数百メートルの間隔を置いて、南に、ティーノ島及び、ティネット島が所在する。また、 北東にはスコラ島があり、海岸防衛のためにスコラ島が築かれている。国際水路機関の定義によれば、ティーノ島、ティネット島と共に、リグリア海とティレニア海の境界である。スペッツィの諸島島の形状は、おおむね三角形状である。ポルトベーネレやラスペツヤ湾に面している側は、なだらかな地形となっており、海岸線に向けての緩やかな斜面を典型的な、 地中海性の植物が覆う。人間の手も加えられており、多少の一般住居、レストランや入浴施設、海軍、空軍の施設が見られる。一方、外海に面した西海岸は、海に向かってせり出す高い崖が特徴的であり、青の洞窟など多くの洞窟が見られる。これらの洞窟へは、陸上からの到達は困難である。 鳩の洞窟には唯一ロープで降っていくことのできるが、この洞窟は、ラスペツヤ湾周辺地域の考古学調査の上で、非常に重要な発見をもたらした場所として、特筆される。更新魚の動物や白袋の化石化した骨が、見つかっており、また、人間を埋葬した後からは、少なくとも5000年前に人類がこの地に存在した、ことが証明される。 またこの島にある建築物の中には、著名な軍人に、ゆかりのあるものや、歴史的に興味深いものもある。かつては、軍用地であったために、一般人のアクセスが不可能であったが、政権が解除された後も文化財としての公式な保護のもとには置かれていない。例えば、カブール要塞ウンベルト一世要塞現在は、環境教育センターとして使われている、砲台。 第二次世界大戦時には軍事刑務所として用いられた等第二次世界大戦時に島の各所に築かれたバンカー、廃棄された沿岸砲や対空砲などである。島の南部のポッツァーデにある採石場跡はかつては貴重な黒大理石が採掘された場所で石の運搬に用いられたクレーンなどの工期や労働者の住居跡が残っている。この世界遺産は 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。